皆さん、こんにちは。今回紹介するのは競艇界を代表する男性ボートレーサーの新見圭一選手です。新見圭一選手といえば愛知支部を代表するトップレーサーでしたが、先日引退届を出し現役生活を終えています。そこで新見圭一選手についてこれまでの経歴や引退理由に迫ってみたいと思います。新見圭一選手は1968年4月3日生まれ、愛知県の出身です。新見圭一選手は1987年11月20日にボートレース蒲郡でデビューし、1993年2月2日にボートレース尼崎で開催された第7回新鋭王座決定戦、1999年2月21日にボートレース浜名湖で開催された第44回東海地区選手権、2000年2月29日にボートレース下関で開催されたダイヤモンドカップ、2001年3月29日にボートレースとコナメで開催された G1 モーターボート大賞、2002年11月14日にボートレース若松で開催された開設50周年記念、2004年1月26日にボートレース浜名湖で開催された開設50周年記念、2006年11月16日にボートレース蒲郡で開催された G1 モーターボート大賞などで勝利を挙げました。新見圭一選手の G1 優勝はなんと10回、 SG 優勝には届かなかったものの、 SG には70節以上出走、通算優勝回数は57回という驚愕の戦績を残し、生涯獲得賞金は14億7033万235円というレジェンドがボートレーサーです。そんな新見圭一選手ですが、突如引退届を出し引退してしまいました。新見圭一選手は2023年8月下旬に日本モーターボート競争会に引退届を提出し、36年にわたるボートレーサー人生に別れを告げました。新見圭一選手は1987年11月にボートレース蒲郡でデビューし、これまでの G1 優勝は10回、 SG 優勝はありませんでしたが、優出は6回、1993年には賞金王決定戦に出場し、優勝戦では4着でした。通算優勝は57回、8382戦2226勝、生涯獲得賞金は14億7033万235円という成績を残しました。デビュー当初から速攻派として第一線で活躍し、デビュー3年4ヶ月で G1 初優出、初優勝は5年5ヶ月というスピード出世でした。オールスターには1993年から2001年まで9年連続で出場しました。2023年8月17日にボートレース多摩川で開催された一般戦が最後のレースとなりました。新見圭一選手は8月17日からボートレース多摩川で開催された第3回内山新自杯に出場しましたが、シリーズ2日目で途中帰郷し、その後入っていた斡旋を全て削除していました。新見圭一選手は引退理由について、3ヶ月のフライング休み明けだった多摩川でまたフライングを切ってしまったのが引退の一番の理由、出走回数不足のため来季は B 級に降級することも大きい、体の動きに支障はないけど気持ちの面で続かなくなってしまった、いいレーサー人生でした、全く悔いはありませんとコメントしました。そして2023年9月2日までに競艇の公式サイト内の新見圭一選手のプロフィールページが削除されました。現在競艇の公式サイト、ボートレースオフィシャルウェブサイト内にあった新見圭一選手のプロフィールページにアクセスするとデータが存在しないのでページを表示できませんと表示され、閲覧できない状態となりました。また同サイト内の検索機能を利用し、新見圭一選手について選手名や登録番号などで検索してもヒットしなくなりました。そんな新見圭一選手は弟子を取っており、同じ愛知支部の川村亮選手です。川村亮選手は1983年12月20日生まれ、愛知県の出身です。川村亮選手はボートレース養成所時代に
リーグ戦勝率 4.87、 準優出3回、優出2回の成績を残しました。2004年11月16日にボートレースとコナメで開催された中日スポーツ杯争奪第9回常滑市長賞でデビューし、12月14日にボートレース桐生で初勝利を挙げました。2010年10月17日にボートレース蒲郡で開催された G3 第18回蒲郡スピード王座決定戦で初優勝を飾りました。2016年5月16日にボートレース戸田で開催された一般戦で通算500勝を達成し、2019年7月10日にボートレースとコナメで開催された第24回オーシャンカップで SG 初勝利を飾りました。川村亮選手は師匠の新見圭一選手の引退について、引退のことは1週間ちょっと前に電話で直接聞いた、新見さんらしい辞め方かなと思った、師匠としては付きっきりで見てくれるわけではなく、昔かたぎの職人の感じ、仕事ぶりを見て覚えろという感じだった、仕事に対しては厳しい人でした、飲むと優しかったですけどね、無事に終えられたのは良かった、今後は奥さんと温泉にでも行ってゆっくりしてほしい、自分としては師匠にはまだまだ届かないけど少しでも近づけるように頑張っていきたいと話しました。そんな川村亮選手は2023年8月31日から9月5日までボートレースとコナメで開催されている G1 開設70周年記念競争トコタンキング決定戦に出場しており、準優進出当確を果たしました。川村亮選手はできすぎですね、もうお腹いっぱい、来年は前田光選手が頑張るので、これが最後の花道ですよ、僕が初めて記念に行った十何年前と比べたら今の選手の技術は相当高い、まだ持ちペラだったからいいペラ1枚持っていれば記念でもやれましたからね、でも今は本当に上手くないと記念に残れない、そういう意味では僕より年上で記念を走っている選手はすごい、今回走っている前田翔選手も上手いけどもっと記念慣れする必要がありますねとコメントしました。しかし準優好枠をかけて臨んだ10ラウンドでは6着と敗れました。前半は良かった、後半は回転の上がりとか考えてペラを叩いたが外した、気象条件とかだろうね、会えば出足がいい、外すと悪くなるので明日は気象条件に合わせたいと悔しそうに振り返りました。また新見圭一選手と同じ愛知支部所属で2023年1月に引退した吉田孝義元選手が新見圭一選手の引退について、お疲れ様でした、ゆっくり休んでください、何をやるにせよ大丈夫だと思うので頑張ってほしいですね、特に寂しい思いとかはないかな、もっとできたとは思うけど気持ちの問題もあるだろうしね、割と G1 を走り出した時期も一緒ぐらいでずっと何か一緒にいたので、地元も近いし世代的に同じ時代を走ったね、2年ぐらい期的には僕が早かったかな、当時は新見真嗣選手もおったし、新見圭一の方が俺より記念を勝ったのが早かったので羨ましいなと最初はそう思っていた、確か最後の新鋭王座決定戦を尼崎で取ったのが圭一だったかな、確かグループ自体は違うんだけど、仕事の帰りとか全泊した時に飲んだりしていました。成績だけじゃないところも含めて辞めると聞いた時は僕もいつ辞めると決めてなかったので、辞めるのもそんなもんだよねと思った、辞める気持ちは十分理解できたと話しました。新見圭一選手は愛知支部を代表するトップレーサーでしたが、2023年8月下旬に引退届を出し現役生活を終えています。これからは解説者などで活躍するのでしょうか、新見圭一選手から目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。